ここでは三角形の面積と角の二等分線の要点について一緒に見ていきます今回一番大切なことは角の二等分線の長さは三角形の面積を利用するよということですこれについてね角の二等分線の長さを求めるにはの中で詳しく確認していきましょうでは行きましょう三角形の面積を利用すれば角の二等分線の長さを簡単に求められます早速具体例見ていきましょう 右の図において角 a 1 2 0度の時に AD の長さはという問題この図ですねこれは三角形 ABC がありましてこの角 a 1 2 0度なんですがこれを二等分してるっていうことなんですねこの二等分した時にですね辺 BC と交わる点を D としたらこの辺 AD の長さはどうなりますかっていうことなんですねそれをどう求めるかっていうと三角形の面積を利用すれば分かりやすいよっていうことです つまり三角形 ABC っていうのはですね三角形 ABD+ 三角形 ACD ですよねこれを面積で考えるっていうことですそしたらねこのの辺 AD の長さがわかるんですね。どうなるか具体的に見ていきましょうまず AD の長さを X としましょうそしたら各 BAC これ1 2 0度なんでね三角形 ABC の面積出せますよね1 2分の1かける6かける4かける s i n 1 2 0度で三角形 ABC の面積となります では次三角形 ABD の面積を考えてみましょう AB の長さが 6AD の長さが X ですねで角 BAD はどうなるかっていうと BAC がこれ120度ですねその2等分なのでここは60度ということになりますよってね三角形 ABD の面積は1 2分の1かける6かける x かける sin60 度で求まりますよね 同様にですね、三角形 AC ではどうなるかっていうと、二分の1かける4かける x かける sin60 度で出てくるんですね。じゃああとはですね、それぞれを計算していけば x に関する方程式が出来上がるんでね、それを解けば AD の長さが分かるじゃないかっていう流れなんですね。じゃああとは具体的な計算ですね。二分の1かける6かける4は12になりますね。sin120 度は二分のルート3です。二分の1かける6は3ですね。sin60 度は二分のルート3です。 2分の1/4はこれ2ですね。サイン度は2分の3ですですからこのような式になりますね。でここからの計算はほんと様々ですよね。まあ一番ねあの思いつきそうなのが前これ2と12が約分できるんで約分したら6になるんですがここが分数になっちゃうんでね、まあ、それが嫌やなっていうことで全部を2倍するかもしれないですね。全部2倍したらこの 12=3+2 が出てきます。 まあでも気づいた人は全部にいると3割ってしまえばね12イコール 3x たす 2x という一番簡単そうな式が出ますよね。まあ、でもそれに気づかなくてもねこれを計算して解いていけば x イコール5分の12が出てくるかと思います。で x って何やったかなってこれ ad の長さを x って置いてたんですね。つまりこの二等分線の長さが出たということです。ということでね三角形の面積を利用すれば角の二等分線の長さを求められたんですね。 でよく勉強されてる方はですね角の二等分線といえばやっぱりここ角の二等分した時にここ6対4なんでここも6対4だっていうねその知識がある人はその考えを使いたくなるんですね。 つまり今ね2辺とその間の角が分かってるので予言定理で BC の長さが出るじゃないかとでここ6対4にしたらそれぞれの長さが出るじゃないかとでそれぞれの長さが出るならまたこっちの三角形で予言定理とか使ったら X 出るんじゃないのって思われるかもしれないですねでそのやり方は本当にね全然 OK なんですがやっぱり少々複雑ですよねですから絶対にこの考え方を知っておいた方がいいです 三角形全体が左の三角形だす右の三角形。これのね方程式を計算していけば、二等分線の長さが出てくるんですね。今回はその練習をするところだと思っておいてください。はい、ということでここでは三角形の面積と角の二等分線の要点について見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。ではこの後は例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。